ジョン・ロイドは、イギリスエセックス州、リー・ウォン・シー出身の元男子、プロテニス選手。クリス・エバートの元夫として、有名な選手であるが、1977年12月の、全豪オープン男子シングルス準優勝者でもある。ロイドは混合ダブルスに強く、オーストラリアのウェン・ィ・ターンブルとペアを組んで4、大大会の混合ダブルス部門に参照を挙げた。ATP ツアーでは、 シングルス1勝、ダブルス2勝止まりに終わっている。シングルス自己最高ランキングは21位。身長 177cm、体重 75kg、右利き。1973年にプロ入りし、この年の全仏オープンで4大大会にデビューする。1974年8月、ロイドは全米オープンの直前の週に、 アメリカペンシルベニアシューメリオン大会で優勝したが、これが彼の唯一のシングルス優勝になった。1977年の全豪オープンは、年頭の1月開催と年末の12月開催の2回、行われた。ロイドが決勝に進出したのは、年末の12月開催の大会である。この大会でロイドは準々決勝で、ジョン・ニューカムを破る活躍があったが、決勝で、 アメリカのビタス・ゲルレーティスに3から6、6から7、7から5、6から3、2から6のフルセットで敗れ、4大大会男子シングルス優勝のチャンスを逃した。ジョン・ロイドとクリス・エバートジョン・ロイドがクリス・エバートと結婚したのは1979年4月のことであった。この後、エバートは彼の姓を併用してクリス・エバート・ロイドと名乗るようになる。 1982年から1984年まで、ロイドは、オーストラリアのウェンディ・ターンブルと混合ダブルスのペアを組み、3年連続で、ウィンブルドンの混合ダブルス決勝に進出した。1982年の決勝では、ロイドとターンブルは、ケビン・カレンアンスミス組に6から2、3から6、5から7で敗れたが、1983年は、 スティーブ・デントンビリー・ジーン・キング夫人組を6から7、7から6、7から5で破って優勝し、1984年は、デントンとキャシー・ジョーダンを6から3、6から3で破って2連覇を達成した。ロイドとターンブルは、1982年の全仏オープン混合ンダブルスでも優勝がある。その後、ロイドは1984年全米オープンと1985年、 全豪オープンで男子シングルスのベスト8に入り、久々に四大,大大会の男子シングルスで好成績を出した。1984年の全米準々決勝では、ジミー・コナーズに、1985年の全豪準々決勝では、イワン・レンドルに敗れている。1985年、ジョンとクリスは二人の夫婦生活を語った著書、ロイド・オン・ロイドを出版した。 ジョン・ロイドは1986年のウィンブルドン男子シングルス1回戦敗退を最後に現役を引退したが、翌年の1987年にクリス・エバートと離婚し、二人の結婚生活は8年で破局を迎えた。引退と離婚の後はテニスコーチやテレビ解説者として活動している。2006年9月からロイドは男子テニス国別対抗戦。 デビスカップイギリス代表チーム監督に指名され、2010年までイギリスチームの監督を務めた。ありがとうございます。